平勢、相良ニュータウン平城台にショッピングセンター平城台にショッピングセンターは、奈良市の平城台に団地近くにある、サンタウンアカデミー高野原と、商店、奈良う共郵便局、NPO 法人からなる商店街。団地入居者の生活利便性を図ることを目的として、住宅、都市整備公団が1972年に、テナント店舗を募集して建設。 同年平常に歌うん発の商店街として開業した、小住一体型店舗であり、現在の居住率は33.3%。テナントは個人商店が多い、1975年頃のフロア構成、一業種一店舗金小ストアの構成になっていた。開業当初は、奈良うきう郵便局、なんと銀行最大自治店平常出張所、 大阪ガスサービスショップ高野原ガスセンター、奈良市北部出張所、奈良警察署平常発出所、そして個人商店と金商ストア平常店が入居していた。当時は周辺に商店が少なかったため買い物客は平常第二ショッピングセンターに集中して常時、賑わいを見せ、テナントの競争率は10倍以上になっていた。しかし、 サンタウン高野原の開業以降客足の流れが変化し、また近鉄高野原駅前が開発されていくにつれ、南都銀行、金賞ストア、発出所、奈良市役所北部出張所は、それぞれサンタウン高野原、近鉄高野原駅前発出所、奈良市北部会館へと移転、空きテナントが出るようになり、一時シャッター通りとなった。その後、周辺の居住者の高齢化に伴って、 テナントが再び出展し始めている。ありがとうございます。